はい、どうも皆さん、こんにちは。エズゆです。それでは今回なんですけども、キャッシュレス生活には欠かせないプリン。 規約が大幅変更へ、手数料や取扱金額などチェック必須ということで、今回はあの無料送金アプリで有名なプリンについてですね、このプリンに関する規約がですね、かなり変わるので、まあそれの解説プラス今後の使い方について伝えていこうかなと思います。今回ちょっと一つ一つお伝えするので、ぜひですね、最後まで聞いていただければと思います。それでは行ってみましょう それではですね、早速プリンの本題の方に入っていこうと思うんですが、まあ僕のチャンネルをですね、まあよく見られている方はもちろんプリンのことをご存知の方多いと思うんですが、一応ですね、このプリンってなん故やということで、簡単にだけお伝えをしていこうと思います。まあちょっとおさらい方りはですね、見ていただければと思うんですけども、一応このプリンなんですけども、一応もちろんこのスマホ決済とも使えますし、そして元々無料送金アプリということで押してたっていうのもあるので、スマホ決済で決済できたりとか送金ができるっていうのが特徴です。 で、他にもですね、このように3つほどそれぞれまだかなり有効活用できるような機能が備わっておりまして、例えばですね、これが本当に僕一番魅力的だなと思ったのがこちら一番目のセブン銀行 ATM からの出勤手数料無料、かっこ1日1回、2回目以降は220円ということで、 本当にね、このプリンのおかげで、もうキャッシュカードを持たずにですね、普段の生活を送ることができると言っても過言ではないなっていうふうにずっと僕は言ってたんですよ。もうこれを知ってから、財布の中からもカードが1枚減ったので、かなりミニマルに、まあ、生活ができるようになっておりました。なので本当にね、このセブン銀行 ATM からの出金手数料無料っていうのは、めちゃくちゃ便利です。で、二つ目、手数料無料で資金移動が可能、確保一部制限ありということなんですけども、これどういうことかと言います。 と左上のイラストを見ていただくと A の銀行からですねこのプリンのアプリを介して B の銀行に、ま、資金移動ができるということになっております。まあ、一部ちょっとした制限などはあったりするんですけども、資金移動、お金をちょっと移動させるとか、支払いの口座をこっちにしてるとかっていうものがあれば、このプリンのアプリを使えば、複数の銀行口座を登録した状態でお金を移動することができます。なので本当にね、これも僕、このセブン銀行 ATM からの出金手数料無料の次にめちゃくちゃ重宝してると言っても過言ではない機能、サービスの一つとなっております。 そして3つ目ですね。個人で気軽に投げ銭が可能。各プリンチームということで。まあこれはまあまあそんなに使ってるっていうわけでもないんですけども、まあちょっとした面白い一つのサービスだなと思っております。このプリンチームっていうのはその個人でコミュニティを作ることができまして、その中で YouTube とかで言うとまあスーパーチャットとかにちょっと近いのかなと思うんですけども、まあ気軽に投げ銭ができたりとか、まあエールがお金に変わるというように、結構面白いようなサービスなどもあります。 以上がざっとプリンのおさらいでした。それでは今回の本題でもあるこのプリンの規約の大幅変更ということで、まあすでにですね、僕のツイッター見られた方であればご存知の方多いと思うんですけども、この規約がですね、2020年の7月1日水曜日0時より切り替わります。いや僕もね、最初見た時ちょっとびっくりしたんですけども、まあ一つ一つですね、お伝えをしていこうと思います。 まずですね、それぞれまあ変更点として分けてお伝えしようと思うんですけど、まず入金からお伝えします。入金確保、チャージ変更点ということで。 じゃんということですね。まあ、ちょっと上から見ていこうと思うんですが、まず一つ目、口座からの入金ということで、A の銀行からプリンに、まあ、入金をするときに、変更前であれば、1日の上限は100万円まで大丈夫だったんですけども、変更後に関しましては、入金の上限が1日50万円までとなっております。なのでね、50万円以上入金されてた方は、それ以上できなくなりますので、ここはお気をつけください。 次二つ目なんですけども、楽天銀行からの入金ということで、まあ左のイラストにも出ているように、楽天銀行からプリンに入金をされる場合ですね。変更前、これまでの場合は、1日1回まで無料で、1日2回目以降は税込み220円かかってたところではあるんですけども、変更後に関しましては、月に3回まで無料となります。なのでね、楽天銀行からプリンにもし入金されてた方に関しては、1日1回、 回回から月に3回ままででとなりますのでここはお気を付けくださいそして4回目以降に関しましては税込み220円ということですね。まあ、けど、ぶっちゃけ3回まで無料でできるならそれそれで全然ありなのかなと思いますね。 そして3つ目ですね。セブン銀行 ATM での現金入金ということで、もしこのセブン銀行 ATM を使ってプリンに入金をする際に、変更前であれば1日上限100万円まで大丈夫だったんですけども、変更後に関しましては1日の上限は10万円までとなります。まあ、ここまで大きな金額を入金される方って、 まあ、ATM を使ってされるイメージはちょっと僕的にないのかなと思うんですけども、もし利用されている方はですね、1日上限10万円までとなりますので、お気をつけください。そうしまして、次ですね、先ほど入金だったんですけども、次は出金についてですね、プリンの機能で言うと、お金を戻すという機能となります。これの変更点についてですね、じゃんということで、まず上からですね、口座への出金ということで、プリンを使って、 B の銀行、他の銀行に出金をかける際ですね。変更前であれば1日の上限は10万円までだったんですけども、変更後に関しては1日の上限が50万円までとなります。これはちょっと上がりましたね。 で、それに加えて月に1回まで無料なんですけども、それ以降ですね、2回目以降に関しましては220円税込みとなりますので、ここをお気をつけください。本当に月に1回だけ資金移動される方からするといいのかなと思います。次、ここですね。セブン銀行 ATM の現金受け取りということで、僕が一番使ってた機能の一つでございます。 プリンのアプリからセブン銀行 ATM にもうどうしても現金が欲しいなっていう時に僕は出金をかける時にこの機能をめちゃくちゃ使っておりました。 というか、今、現時点でも使っております。で、変更前に関しては、まあ、先ほどもちょっと伝えたんですけども、1日の上限が10万円まで出すことができます。で、1日1回まで無料で、1日2回目以降、税込み220円手数料がかかるということでございました。それが今回変更が加わりまして、1日の上限は10万円なんですけども、なんとですね、月に1回までが無料となりました。 なのでね、本当に複数回こう現金が欲しいという時に関しては、それ以降に関しては月に2回目以降に関しては税込220円かかるので、もし本当に現金を出すっていう場合に関しては、もうこれに関してはもうまとめておろすのが本当にベストだなということになりますね。 で、続きまして、残り2つですね。残りプリンには、送金、あとチーム送金というものがありまして、それぞれの変更点もありますので、まとめてお伝えします。まず上からですね、送金、お金を送るの機能なんですけども、1アカウントにつき1日上限10万円までが変更前だったんですけども、変更後に関しては、1アカウントにつき1日上限50万円までとなりました。これも上がってますね。 そして、チーム送金ということで、先ほどのプリンチームに関してですね、これに関しても送金は、変更前に関しては1アカウントにつき、1日上限が30万円だったのが、変更後に関しては1アカウントにつき、1日上限50万円までと、こちらに関しての送金もアップしておるということになっております。そしてですね、まあそんなにネガティブなお知らせばかりではなくて、まあ一時的なこう救済措置ではないんですけども、なんとですね、2020年6月30日までに、 本人確認が完了しているアカウントに関しては、 なんとですね、2020年10月31日まで手数料無料で出勤回数が月3回まで優遇されるということになっております。なのでね、本当に急いで、まあ、資金移動させるとかも全然いいんですけども、まだ10月31日まで、これまでまあ、プリンを使われている方はもちろんなんですけども、2020年の6月30日まで本人確認が完了していれば、一部優遇されるということになりますので、まだまだこの日付までは、 いつも通りプリンを使ってもいいのかなと思います。まぁ、あ、ちょっと出勤の回数が多い方に関しては物足りなさはあるかもしれないんですけども僕からしたら月に3回するかしないかぐらいなのでまぁちょうどいいぐらいに使えるのかなと思います。なので一応ね皆さん早い今の段階でカレンダーで10月31日までプリンは月3回みたいな感じで書いておくのもいいと思いますね。 ま、先ほどの出勤に関連するんですけども、今後、セブン銀行 ATM を使って、出勤手数料無料で出勤するにはどうすればいいのかということで、まあ、僕の方に簡単にだけ調べさせていただきました。まあ、どんな方法があるかということで、まあ、ざっくりとこちらですね。じゃんということで、一応、三井住友銀行と楽天銀行、スミシン SBI、これ、それらの銀行をピックアップさせていただきました。まず上から、三井住友銀行ですね、状況を満たすすことによって月3回までで出出手数料を無料無 ことができます、まあ、これはもうセブン銀行 ATM だけに特化してお伝えするんですけども、通常は時間帯によって110円から220円まで手数料かかるんですけども、月3回までであれば、セブン銀行 ATM から出勤手数料無料で出すことができます。まあ、僕自身はこれを一番使ってますからね。もしキャッシュカードを使って出す場合は、これを使って出しておりました。 なので、もしかするとね、プリンのサービスが終わっても、ちょっとこれを使おうかなっていう感じになりそうですね。で、続きまして、楽天銀行ですね。まあ、これは結構利用されている方多いのかなと思います。これも条件満たせばということなんですけども、月最大7回まで出金手数料無料で出すことができます。まあ、ちょっと条件などを言うとかなり長くなっちゃうので、まあ、条件などに関してはご自身でチェックしてみてください。一応リンク貼っておきます。通常は一応220円かかるようになっております。 で、もう一つですね、これ僕持ってないんですけども、スミシン SBI、これも条件満たせば月最大15回まで出勤手数料無料ということになっております。で、通常110円、それでも通常110円かかって、で、ランク1で2回まで無料ということになっておりますので、結構このスミシン SBI も利用されてる方多いというのはちょくちょく動画のコメントとかでもいただいておりました。 僕は今回この3つの銀行しかまだピックアップはしてないんですけども、ぜひですね、視聴者さんでこんな風に使っていますっていうのがあれば、下のコメント欄にぜひ書いていただくと嬉しいです。そうしましたら今回今プリンでお伝えしたことをまとめですね。 まず上から6月30日までとりあえず本人確認が済んでない方はですね、早い段階で本人確認を完了してプリンを使われるのも全然いいと思います。そしてそこから2020年の10月31日までは月3回まで無料で利用することができます。なのでね、先ほどお伝えしたようにとりあえず10月31日までのカレンダーを先に入力しておくことをお勧めします。そして最後ですね、月に1回までの出勤手数料無料有効活用ということで、これに関してはですね、まあご自身の来 ライフスタイルによってどんな風にお金を利用されてるかっていうのは変わってくるのでまあ僕自身ねこの出勤手数料無料月1回でもかなり十分かなと思うのでまあこの時をかなりうまく使っていこうかなと思っておりますまあこれはぜひですねご自身で考えてみるのもいいんじゃないかなと思いますねまあそんなこんなで今回は無料送金アプリのプリンについて 伝えさせていただきました。いや、本当にね、僕もプリンを使い始めて、まあ、約1年弱ぐらい利用させていただいたとこではあるんですけども、本当にね、今回のニュース見た時はすごくびっくりしたんですが、ここまでですね、手数料無料でずっと使えてたことに、本当に感謝しかないなと思っております。でね、僕の動画を見て、プリン使い始めましたっていうコメントもかなりいただいてたので、まあ、もちろん利用されてた方もびっくりされたと思うんですけども、なんちゃかんちゃね、プリンに関しては、 条件は変わっても、かなり便利なアプリなことには間違いはないので、まあ、使い方に関してはぜひですね、ご自身で考えて、いろいろピックアップしていくのも、まあ、全然いいんじゃないかなと思っております。で、今回お伝えしたプリンのお知らせであったりとか、公式のリンクに関しましても、下の概要欄に貼っておりますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。